皆さんこんにちは、犬飯チャンネルです。今日は簡単に作れるワンちゃんの手作りご飯をご紹介します。忙しい飼い主さんにおすすめの作り置きレシピなので、ぜひ最後までご覧ください。今回作り置きするのは鮭と茄子を使ったおじや料理です。使用した食材の栄養なども動画の中で説明しているので、今後の手作りご飯にお役立てください。今回のポイントアップ食材は茄子になります。茄子にはワンちゃんの体を酸化から守る働きがあります。老化の原因となる酸化を防ぐことで、老化から来る白内障を予防しましょう。犬飯。使用する食材と分量はこちらです。今回の動画は7食分の分量になるので、1食分の分量については概要欄をご確認ください。今回用意した食材はすべて体重5キロのワンちゃんに合わせています。それでは調理開始です。えのきは一口大にカットしていきます。ギャバというリラックス成分を増やす力があり、そわそわしているワンちゃんを落ち着いた状態へ導いてくれます。続いてポイントアップ食材であるナスになります。ナスは一口大にカットしていきましょう。ワンちゃんにあげるときは皮を剥かずにあげることをお勧めします。皮には酸化を防ぐ成分が多く含まれており、加熱してもその働きが衰えることはありません。かぼちゃは種を取り、喉に詰まらないように小さくカットしていきます。かぼちゃの皮に多い栄養素は食物繊維です。食物繊維は腸の善玉菌を増やして腸内環境を整える効果があります。またビタミンが豊富なので、免疫力を高めて風邪を予防したり、血行を良くして体を温める効果が期待できます。パプリカは種とヘタを取り除き、一口大にカットします。ビタミン C の宝庫とも言われるほどビタミンが豊富で、含有量は野菜の中でもトップクラスです。ビタミン C は見た目が似ているピーマン、そしてレモンの2倍も含まれています。ビタミン C はワンちゃんの体を若々しく保ち、がんを抑制する働きがあります。ワンちゃんは体内でビタミン C を作れますが、年齢や体質が原因で不足することもあるため、食事で補ってあげましょう。最後に味付けされていないメカブを用意し、粗みじん切りにしていきます。メカブに含まれるカルシウムはワンちゃんの骨や歯を形成するために必要不可欠な成分です。また筋肉を動かすためにも必要と言われております。それでは続いてフライパンを用意します。ごま油をひいたら、カットしたパプリカとかぼちゃを入れ、野菜に火が通るまで炒めていきます。炒めていくうちにかぼちゃの色が変わり、パプリカも水分が抜け、しんなりとしていきます。しんなりとしてきたら一度火を止めて粗熱を取っていきます。次にご家庭にある大きな鍋を用意したら、水、鮭を入れ、鮭の色が変わるまでじっくり煮ていきます。鮭には DHA や EPA といった血液の流れを良くする効果や、炎症を抑えて免疫力を高める作用が期待されています。茄子を入れ、茄子に火が通るまでじっくり煮ていきます。茄子がしんなりしてきたところで鮭を取り出していきましょう。鮭の茹で汁を使うことによって、より嗜好性が高まり、ワンちゃんの食いつきも良くなります。もちろん鮭の旨味がたっぷりなので、人が食べても美味しくいただけますよ。鮭を取り出した鍋に先ほどカットしたえのきを入れ煮ていきます。しばらく煮るとアクが出るため、アクを取りながらスープを作っていきます。続いて先ほど取り出した鮭の身をほぐしていきます。今回はあらかじめ骨を取った鮭を使用していますが、骨と皮がある場合はしっかり取り除いてから身をほぐしていきましょう。大きさはワンちゃんのお口に入る大きさでいいと思います。鮭を選ぶポイントですが、甘鮭や塩鮭などいろいろありますが、ワンちゃんの場合は無塩の鮭を使うようにしましょう。先ほどアクを取ったスープにほぐした鮭と炒めたパプリカ、かぼちゃを入れ、身が崩れないようにざっくり混ぜ合わせていきましょう。表面にアクが浮いてきたら、また豆に取っていきましょう。鮭の美味しそうな匂いがしてきましたよ。調理もあともうちょっとです。一緒に頑張りましょう。最後に玄米を入れ、しっかりと水分が吸うまで煮ていきましょう。白
米と比べると血糖値が上がりにくいと言われており、玄米に含まれる食物繊維などが炭水化物の吸収を遅らせ、血糖値の上昇を穏やかにしてくれます。全体的に水分が少なくなったら調理終了です。それでは保存するタッパーに詰めていきましょう。今回は7食分の作り置きでしたが、初めて手作り食をあげる飼い主さんは少量で試してみるのもいいかもしれませんね。ここで以前ご紹介した作り置き動画にご質問をいただいていたので答えしたいと思います。ドッグフードからの切り替えはどうしたらいいですかというご質問ですが、手作り食に切り替えていく場合は徐々にドッグフードから手作り食の割合を増やしていきましょう。またワンちゃんの胃に負担がかからないようにするため、おじやタイプの手作り食が理想的です。最初はドッグフードの 1,2 割程度をおじやに置き換え、徐々にその割合を増やしていきましょう。おおよそ10日から2週間ほどかけてドッグフードの割合を徐々に減らし、手作り食の量を増やしていきます。冷凍の場合は美味しくワンちゃんに食べてもらうため、1週間程度を目安に上げていただくことをお勧めします。冷凍したものを解凍するときは600ワットのレンジで3分20秒ほど温めてください。加熱にムラがある場合はかき混ぜて20秒ずつ様子を見ながら加熱していきます。取り出す際は熱いので注意してくださいね。温めが終わったら粗熱を取り器に移していきます。最後にメカブをとろーりかけたら完成です。風太くんにあげてみましょう。あまり食べてくれない場合や栄養プラスしたい時に試していただきたいアレンジ方法をご紹介します。パセリは栄養価が高い野菜と言われているので、普段のご飯に触れかけてあげるのもいいですね。大豆からできているキノコはワンちゃんにとって栄養価の高い食材と言われ、大豆よりも栄養を吸収しやすいのが特徴です。最後に今回使用したナスですが、血圧が高めのワンちゃんにはナスを食べるメリットがありますが、腎臓病を患っている場合はカリウム制限が必要な場合があります。腎臓の機能に心配があるワンちゃんにあげる際はかかりつけの獣医さんに相談しましょう。
最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は鮭と茄子の玄米おじやをご紹介しましたが、もしこの動画を気に入ってくれたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。